行くか。ここまで来たらもう歩こう。あ、あ、ここあれだ。なんかちょっと中華街っぽいようなとこ、なんだっけ、迷い込んだな。カンフーマスターとかいるし、メガスイング使っちゃうか。いいんじゃない。ああ触り損ねた。あ、吹っ飛んじゃった。ちょっとこれ散ると散るでやりづらいな。闇の料理ね。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。うわ、痛い痛い痛い。待って、強い。やばいやばいやばい。ここまで強い。え、待って、やばい、めっちゃ強いじゃん。通るとこ間違え、ああ。え、ここ完全にオープンワールドで来るところ間違えた時のやつじゃない。ちょ、間違えたエリアじゃん。やばいやばいやばい。え、バブバブバブ。ナムさんが、ちょっと待って、逃げるか。君雑魚じゃねえ。うぜえ、クソ。逃げれた。お、戦闘不能になったじゃん。ここと偉人通り危ないエリアだったんだ。あ、1だけになってる。ちょっと回復アイテムで回復するか、今のうちに。めっちゃある鮭おにぎりで。よし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 。危な。やばい。逃げる、逃げないって。いち、反対方向に逃げてくれ。なめんなよ。あ、違う。違う、逃げる。オートフ。逃げるんだよ。逃げるボタン、何ボタンだ。さっきどうやって逃げた。その他か。あれ、私さっきどうやって逃げた。あ、L1長押しか。よし、オッケー。あー、逃げ切れなかった。ほら、来いよ。来るなら来い。いや、痛すぎ。もう一人来るか。逃げれる。あ、よしオッケー。この通りやばすぎ。無理。あ、ちょっと待って、逃げて。踏んだり蹴ったりすぎる。引かれてんのも攻撃されてんのも打ちるだけ。ちょ道端歩こう、道端。いや、めっちゃ敵いるな。でもあの敵は普通に回復さえしてれば倒せる敵か。いけるじゃん。あ、よしよし、いけそう。あの通りやばすぎるでしょ。こういう敵と戦って今のうちにレベル上げとこう。よし、いいね。ここで戦って牛丼食べていこう。暴れフォークね。よしレベル低めの連中を勝っていこう。それフォークってフォークギターのフォークか。何そのタイミング。お、打ち崩しでいける。おしドチンピラ。あと2人か。ハトでレベル低いのから。見てろよ。オッケー。楽器大事にしてよ。いや、本当にそうだよね。楽器で攻撃するなんて、ミュージシャンの風上にも置けないぞ。リークが出てるときはめっちゃいいな。ナイスランクアップ。あ、でも牛丼は食べていこう。あいつらを倒して牛丼食べよう。ここで戦ってみて牛丼食べよう。オッケー。あれ、オタクの人だ。あ、でも増えてる。威力小だけど気絶状態にする。これいいんじゃない。 MP めっちゃ使うけど、さまようオタクに。じゃあ、あ、でもチンピラの方がウィークポイントだ。これか。おー、めっちゃ突き飛ばした。急げば、攻撃を急げば。違う、もう一人いなかった。あ、倒れたのか。どれくらい耐久あんの。OK。 サイリウムソード。痛い、ちょ、読めない、軌道が。エナジードリンク、バフ、なんか普通に嫌な能力アップした状態以上にかかりづらくなった。そういうの使うのか。でも耐久自体はなさそう。オッケー。サイリウムの攻撃でもやだな、読めないタイミングが。一発で決まるか、決めてくれ。決まんなかった。そんな、いけるで。よし。確かに鳩の餌代もバカにならないわ。そう、どこで手に入れてるんだろうね。10円とかで売ってくれるとこがあるのかな。さまようオタクマジカルバッグがスジモン情報に記載されたぞ。待って、ちょっと見たいんだけど。
さまようオタク。え、てか結構今の間にも記録されてるな。これか。アイドルの握手会を求めてさまよっているオタク。不良に対して過剰に反応し防衛態勢を取る。うちらが見た目が極道、イッチの見た目が極道すぎるから襲ってくんのか。サイリウムソードエナジードリンク。自分を魔法少女だと思い込んでるオタク。不良に絡まれると意味不明の魔法を唱える。確かになんか使ってたな。面白すぎる。こんなんがいたのか、この通り。くそー、落ちぶれジャグだ。初めて見た。いや、予測不可能だからこっから行きたいけど、ちょっと待って、ここはでもメガスイングしよう。メガスイングよ。誰、また私吹っ飛ばしちゃいました。まあいいか、近そうなとこに。新しい筋本だ。攻撃の動きが読めない気がするから全然戦いにくい。様子見ただけね。よしよし、じゃあまあめった打ちをするか。はい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 、めった打ち。どうだ、ナイスラスト。全力突き。うわっ、いっと、いっと、あー、私のちょっとこけた。痛い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 。どう戦えばいいんだ。鉄砲玉いる。気持ちわかるぞ、鉄砲玉。来てます、ここね。はいはい、よしよし。鉄砲玉ともう一人は、あ、いつものね。へえ、かっこ撃破。できればまとまって戦いたいんだけど、気がつくとはぐれちゃうぜ、みんなと。逃げるなら今のうちだぞ。まあ、めった打ちしよう。おら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 、いいダメージが出る。あ、でもちょっと足りなそう。ちょっと足りないな。起き上がるのが早いんだよな、シンプルに。普通に何、えっ、これなんか痛恨みたいなの食らったって。攻撃でいけないか。足りで、足りた。一つ上の男。あ、ナイス。一つ上のホームレスになったか。まあ、でもレベルアップ狙ってちょっと戦ってってもいいな。さっきの中華街の人たちは強す、明らかになんか違ったけど、この辺の人たちならまあ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 。最初はさ、でもメガスイングがさ、なんか気持ちいい気がするんだよな。吹っ飛んじゃうけど。で、ランバがこの辺のチンピラを、いいね、オーダーで節約していっぱい当たる気がするしさ、不思議な動きをされる。で、攻撃だな。明らかに邪魔する動きしてる。じゃあしょうがないな、バスターアタック。めっちゃこっち見てたもんね。無理だったんだ。 あとは貴様だけだ。ほい、ハト強。ハトに勝てるようになってから出直してきな。強くなった気がするぜ。ナイス、いいね。いよいよレベルアップ、レベルアップで回復していく。たまに昆虫が止まってる気があるんで、恐ろしくて部屋の換気もできない。虫が嫌いな男なんだねって言うと思ったら虫嫌いの男だったわ。ちょっと昆虫はいいじゃん、ポイントになるんだよ、知らない。あ、待って、初めて見る筋も。なんだろうね。ラッパーもどき、車上荒らし、ドチンピラ。メガスイングしたら気持ちいいくなる気がする。ここめっちゃいい感じになる気がする。シャドウで引かれてない、あれ。ちゃんと敵も食らうんだ。あ、ちょっと間違えた間違えた、ちょ、間違えた間違えた、うっかりうっかり。うちらだけじゃないんだ、ダメージ食らうのって。ナンバ前に出ちゃダメ、危ないよ。よし、俺の番だな。あ、待って、アナチさん、そこ危ない。戻って戻って、道端に。しっかりちゃんと吹っ飛んだね、環境キルだった。あ、ごめんなさいね。うちらはじゃあここでちゃんと止まろうね。当たり屋だろ、確かに。吹っ飛ばしてね、シャドウに。信号待ちです。今100ダメージって、だって今まで食らったどんなダメージよりもでかいよね。痛恨の一撃っぽいのもらった時でもまあ70前後だったよね、確か。交通ルールを守ろう。そう、ゲームキャラクターだってちゃんと瀕死のダメージを負っちゃうから。でもみんな HP めっちゃ多くなったね。攻撃されるとそれだけでビビりがちですけど、そもそも単性バトルならある程度のダメージはね。うわ、右左折が青なんだけど、これ渡って許されるかな。ちょっと、ま、あ、信号かわし、待って、右左折多すぎる。待って、
これなんか歩行者優先にしてもらえない気がする。急げ急げ。青だけどあれ引かれるだろ多分、普通に左折の前に出たら。車がね止まってほしいとこですけど。早く次に行くよ新人、昨日よりペースが落ちてるじゃないか。遅刻してそう。はいはい。あ、あ、すいません。難波さんの技でしょ、めっちゃ助走つけてた。大丈夫ですか。危ねえだろ清掃係。犯罪。あ、ここでくすねるんか、セキュリティカード。手癖悪い。なんて怪しい絆技です、これが。ああ理事長、例の女の父親ですが、向田達郎で間違いありませんね。わかりました。えでは今から執行します。間に合い間に合い。ああ大丈夫です、しっかり麻酔で寝てますから。うわ見るからにダメそうな注射器。行きますよ。多くの人が最後は眠るように生きたいと願うものです。理想の最後を迎えられるあなたは幸せな人間です。それ長々と喋るやつは割り込みフラグ。どうやってここに。ナイス。よしよし、いいぞ。あ、ちょっと入れすぎかも。イチ、あー、こうだ。ちょ間違いに、ナノハの父ちゃんだ。ちょっとおしゃべりだったんだ。大丈夫か、すぐこっから出してやるぞ。どうやって運び出せばいいんだ。でもあ、警備来た、本物の。乗れるかな、エレベーター。ずいぶんと早いお出ましだな。結構派手だったしな、うちらの登場も。下手すると死んでない。うーん、ここで何をしている。外注業者は入れないはずだろう。今日付けで正社員になりました。お前らだって俺と同じ制服を着た警備員じゃねえか。俺たちはお前らとは違う。待って、めっちゃスタンガン持ってる。だろうな、普通の警備員は介護施設でそんなもん握っちゃいねえからな。殺意高すぎる。制服の下はびっしり入れ墨が入ってんじゃねえのか。だね、清流会のフロント企業のふりして入ってるって言ってたもんね。いろいろ調べてるようだな。観念しろ。ああ全部お見通しだ。お前ら清流会がこの部屋で何をしてんのかもな。だったら話は早い。てめえら3人もここに寝てる人間同様ぶっ殺すだけ。本性出すぎでしょマジで。一応さ、この回って正社員とかもみんな全員が全員めちゃめちゃネグルなのかな。スタンガン持ちはどれだ。この映像どっかに流れちゃったりしてないの。こいつか。遠距離攻撃ならこいつからやっときたいもの。しびれたら嫌だから。おっしゃおっしゃ、オッケー。あとはまあ仕方ない。あ、微妙に硬かったわ。ハットですぐ行けるかと思ったら。じゃあここはめった打ちで行くで。ハットどっから来たんだよ。何の疑問にも思わなかった。確かに変化。危ないな、来るのか。あ、いいじゃねえな。いいな、もう何機敏だな。来てもあっち行きたいのに。前勇者の号令使いたいな。情熱的であるほど効果が増す。メンタルとかだったな、さっき当たったの。メガスイングしとくか。とりあえずね、メガスイング。オッケー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 。バフのせるのはなんかもうちょっと敵が多くて手詰まりな時がいいな。今はまだなんか後から来そうじゃない追撃が。どうせ10人ぐらい来るんだ、こうやってやってる間によ。うちだけ頑張ってる間に。あとはでも攻撃でいけそうか。 MP をね吸収しておいて、あとは十分。よしよしよし、 OK。 どうせ来るんだろ追撃がよ。あ、ナイスランクアップ。あ、やったか。ハエと親ちゃんを連れてずらかろうぜ。ずらかれるかな。大丈夫ですか。え、あ、大丈夫ですかって、あんたじゃない、あんたの心配じゃない。おい。お前が撃とうとした薬は何だ。よく起き上がれたな。うんか、カリウムだ。ナンバー一発入れろ。なんてこった。
ってないよね。だけどえ、よく起き上がれたな。即死なんかな。人体に打つとどういう薬なんだ。海外じゃ安楽死や死刑に使われる薬。あ、でも安楽死とは言ってたもんね。それじゃ親父さんはこの医者に殺されかけてたのか。そりゃそう。あのばあさんもこの手口で殺されたのか。間一髪だったな。安心するのはまだ早いぜ。ね、なんか下で指示出してるじゃん。だ、あ、あれだ。こいつ裏引きの何者なんだ。直接聞いてみよう。向こうも俺たちに会いに来たみてえだしよ。安楽死なのに叫んでたんか。意識があったとかなのかな、あの時は。かなんかもうエクセレントエリア前でさ叫んでたし、何が起こるかうすうす分かってて警戒してたんじゃないかな、おばあちゃん。クソやるせねえわ。どこの馬の骨か知らねえが、とんでもねえことをしてくれたな、お前ら。ここで叩いていこうぜ。何者だ、お前。スジモンか。この施設の理事長だと言っても。で、スジモンだよな。お前らには正体がバレちまってるか。清流会の。清流会の人間だな。別に冗談じゃなかった。そうだ。竜と睦巳会の戸塚だ。竜と睦巳会の戸塚さんね。清流会ってのは大海にも取り込まれず、気合の入った組だと思ってたのによ。こんなやり方で。年寄り殺して金を稼ぐようなしのぎしてるとはな。おめえらに仁義や人情はねえのか。あまりにも欠けるだろう。政権様がやりたくねえ仕事を請け負うのが清流会の使命だ。いいように言いやがって。知った口を聞くんじゃねえ。やりたくねえ仕事ってのが老人殺しか。ふざけんな。今すぐここの老人を全員解放しろ、うん、じゃなきゃここの悪事を全部世間にバラすぞ。好きにそりゃいいさ。ただし余裕だな。お前らがここから出るときは人間の形をしてね、薬品でドロドロに溶かして下水と一緒に流してやるぜ。今までもそうやって死体を隠してきたんだろう。でもここで戦えるならめちゃくちゃいいじゃん。来いよ。うわ、ね、癒しの粉、熱気ブレスやっとこうかな。自分で手口を言っちゃう会長、自信あるんでしょ、その手口に。めちゃめちゃさ、ナイスやけど、いい熱気やられ。やっとこうかな。よしよしよし、吹っ飛んだ吹っ飛んだ。よしよし、吹っ飛んだ吹っ飛んだ。邪魔されそうだな。あっちに向かってメガスイングしとくか。離れた。勘のいいやつだぜ。あ、よしよしよし、扱ってる扱ってる。どうくの。あ、刃ね。お、ナイスミス。ばらけちゃった。すんなりばらけちゃったけど。あ、でもいいよ、囲めるか。あとは、あと遠距離攻撃ならいけるから。いいねいいね。あ、強い。あと、あ、あとこう、ナイス。あ、待ってしまった。あ、いいよ、よかったよかった。逃したかと思った、見失った今。いいね、これでひとまずボスは倒した。もうまだやんのか。やる気を失ってもおかしくない。でもちょっと柔らかすぎるか。 RPG 的にさ、2段階進化とかそのうち出たりしないかな。どうだろう、ボスだけみたいなさ。あ、切られた、まずい。ネッキブレスを使ってもいいが、鳩で減らしちゃった方が早い気がする。ドロドロのスライム一らかしてやるか。当たりなかった。うる、おっちゃんのめった打ちではまだ無理かな。まあ、いや、あったら正直私がテンション上がって嬉しい。ナイス、いいね。2回行動ぐらいは全然ありそうだね。どこ、あ、こっちを挑発すんの。ネキブレスしとく。いいね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 。やんのか。バスターアタック決めるか。よし、あ、足りない足りないけど、この我を忘れた攻撃で。あー、惜しい。いつものいつものおっちゃんだったら一発だったのにな。やるか。傘で残りわずかな HP を狩るとき喜びを感じます。ランクもレベルも上がんないけど。くそ、
お前ら一体何者だ。何者って名乗るの、何乗るのがいいんだろう。エクセレントの老人を今すぐ解放しろ。そいつはできねえ相談だ。え、だったら俺たちの手で解放するまでだ。勇者パーティー、なんだ、 ただのフリーターだ、寂しいです。カードナイト、ちょっと面白い。おい、開かねえぞ。緊急用のコードに切り替えた。どうあがこうが明日までその扉は開かねえ。そういうことされたんだ。なんだって、緊急用のコードに切り替わったって聞こえるだろ。無理だ、諦めることだな。どうしても諦めないのなら、お前なんか秘密、警察に電話する。さらに上位カードキーみたいな持ってないの。健全な介護施設が暴行に器物破損の被害にあって困ってるとな。極道が警察にチクんのか、あんたクズだな。なんとでもいい、パクられたらお前の負けだ。さっさと諦めて出て行け。うわ、これ再戦になる。じゃあ俺もチクっちゃおっかな。どこに。何、おい一番、誰にチクんだ。清流会の会長だ。まず本部に乗り込む。そんで明日の朝一番に老人を解放するよう会長に梨をつける。ふざけるな、やめとけ。これは俺の仕事だ。会長は関係ねえだろ。失敗チクられたら困るの。やめろ、やめてくれ。その会長さんってのはよほど聞いてる、聞いてる、見たい。じゃお前も俺と一緒に行った方がいいと思うぜ。はあ、俺はお前が何と言おうが会長のところへ行く。でも俺一人で行ったらその怖え会長さんにてめえのあることないこと森に持ってチクっちゃうぜ。なてめえだって清流会の看板でしのぎしてんだろうが。極道の端くれならこうなった以上腹くくれ。ひるんでる。でも会長までたどり行こっか。連行たどり着くだけのさ力はあるって今戦ったので思ってもらえたんだね。相当じゃイッチたち強い。ここだ。道案内してる。普通に考えて会長のとこまで行けないだろうってなると思うんだけど、それくらいにイッチたちの武力を認めてもらえてんだね。何が待ってるかわからないし、準備をしっかりしてから乗り込もう。近くの武器になりそうなもんとか薬売ってる店でも覗くか。装備は確かにちょっと見たいな。ピンクの店じゃなければラブマジックすぎるな。でもめっちゃ近くにあるのが、まあ行くか。ちょっとヤバそうだったら私でなんか隠すわ。ちょっと待って、動けるようにしとこう。お写しできなそうなものだったら隠すわ。まあ大丈夫かな。いらっしゃいませ。メイド服かわいいね。鉄パイプ全然普通に最初からこういうもの売ってくれる。ごめんみんな期待してたものなかったかも。鉄製の工業パイプ、巨大マッサージ機、武骨な杖、ダンディアンブレラ。うわ、でもこれ全員分は買えないか。武器欲しいけど安いのなら買えるか。トンハンマー、この辺は違うな。焦点19号、いかがわしい仕上がりの警棒、武器として使える。武器だよ武器、何のあれもなく武器だね。靴べら、ダンディアンブレラ、通常攻撃時に MP を回復か。これでも鳩とかの一撃も上がるんだよな。全員欲しいけど、え、高っ。イッチには最も良い武器を与えていいと思うんだよな。でもそうするともう1万円か。ひとまずこれは顔を装備する。イッチに装備する。オッケーオッケー、ありがとうございました。七夜があれば私たちなんか売れるものがあるはずなんだけど、七夜さんがこれとか違うかな。ちょっとあのお助けメッセージない？七夜ない？どれが質屋？今んとこ目の前とかは通ってないかもしんないけど、質屋はまだない。サブクエなんだ。そっか、
じゃまだ開いてないな。わかった。じゃあとはいえ防具見てみよっか。防具見てみるし武器も安いの。武器も安いの買ってもいいかも。ハメと買う、装備する、つける。これでどうよ。攻撃の手段はねもうちょっとあれだけど、うん、平等に。こんなもんで、ね、